どうも、自覚はする。この役立たずが、それを向けている相手がいる。排斥だと、理解はしつつも、自分の意識のそれ以外のような、そういうものとして、視線は冷たい。今だから言う。全部、王の権威に任せておけば、何の問題もなかった。同時に、それを言えたか？というと、それは無理だ。とはいえ、現れる結果、思い返す苦痛、それを考えると、何かの面倒は、抱えている感覚も。カウンタ制を持った、誰か？ともかく、アートスケールで30点以下なんて作品は単なるゴミだから、と言っているようなそれが正しいか？も、ちょっと考える状況は少しあるにしろ。それにある意派反発した人々のそれが、過失でさえある結果しか、もたらしてない。という現実も実際は重くある。大衆は神である。しかし逆に、自身さえも、独裁者であっては、